屋台のとこにいる。うん、旅人とパイモン、お前たちも来たのか。エイヒとシノブ、二人とも。いやいや、それにソニュ休業。それは最近、同文学経歴で言えば、ただウー師匠は1日2日じゃ食牛使い野郎も来てるのか。全然見かけなかったけど。私が同期に会うとき、親分に同期がいない。でも忍たちと気づかなかった。玉将の性格からする。花角玉将。そう、パイモンは記憶力がいい。あの時大騒ぎになり、玉将のおかげで万民堂が急ついでに。まあ今頃シャンリンと彼らと気が合うと。でも食材をさ、外で楽しく遊び。お前らの話を聞く運格のカニな。あ、オイラたちもついでに牛使いやろうと。花二人も行くのか。いいじゃないか。先輩の言う通りか。わかったぜ。カニには硬い甲羅とたくさんの足がある。見た目からして戦闘力が高そうだし、オニカブトムシと同じようなもんだ。その通りだ、キヨ。カニ狩り論上ドン。じゃあ赤紅一緒と混合神止め、そうすればあちこち追いかけ回さずに。ラララララ。どうやらすっかりな。あれ、旅人とパイモン。こんにちは、シャンリン、グーパー。本当は万民堂でお腹いっぱいに。その気持ちが嬉しいよ。ここ数日はイットさんと玉将、問題がなければ赤紅一緒と混合神止め虫王のお手伝いでちゃちゃっと解決できそうだよ。問題がなければね。ベビービショップ岩だ、気をつけろ。待ちな、俺あのデカブツにも硬い甲羅がある。足は多くねえけど。あいつら本気か。あのベビービショップ岩、いつも近くの小島でゴロゴロ転がってて、水晶島バンバン旋風って呼んでる人が。だって誰かがあいつの住んでる島に上陸するといつも頭で人をバンバンってする。なんでそんなに詳しいんだ。気を待ちた。かかれ。こんで戦いを終わらせただと。ありえねえ、絶対にありえねえ。玉将、どうやらあいつの実力はバカみてえな。俺様のコンス。さあ赤紅一生、あいつの手足と尻尾を下げ。こなあキヨ。え、レレレ。あのビショップ、さっきパイモンがどうしてそんな。以前古雲閣にカニを取りに来た時、水晶島バンバン旋風がグーパーを見るや見なや一撃をかましたんだよ。そしたら逆にあいつの方が気絶しちゃって。兄貴のお姿がただならぬものであると俺様は感じていたが、まさに。ああ、グオパ、先ほどグオパー兄貴がカニを捕まえ、つまりグオパー兄貴はきっと隠れ虫相撲マスターに違いない。オニカブトムシを正確に指揮し、一挙手一投足を繊細にこ。え、うん、グオパー兄貴から。ひとまずグオパーがそういうの分かる。そうだぞ、せつか。ああ、お前らに俺様の自分を情けなく。でもよ、だつお前らにはさい、もともと勝てない目標に向か一回背を向ければ。おい、牛使い野郎のルー。ねえ、グーパーがお腹すいたみたい。ここに釣ったって料理人の姉さんの言う。ねえ、ちょうどこの辺りで舞踏大会演舞台を設営し、俺がリーゆえの虫相撲のグーパー兄貴の指導を。いいのか悪いの。おわかったぜ。今こそあるとき、まさにそうと決まれば、キヨ。
早く演舞台を準備するぞ。おいおい、まだ話は終わってないぞ。あらたき、なんとかかんとか虫相撲なんとか、店が忙しくなければグオーパーを連れて。でも今は新鮮なカニを。確か忍が言ってたけど、あらたき派とりあえずシャンリ。遅い。エイヒー、忍ぶ。旅人パイモン、それにシャ。親分と玉将。それは後で話すよ。旅人とパイモンはお客さんだし、ごちそうをたま。あらたき、ギラギラ。今回は私リーウェ回転測例外。もしかしたらこの模様。そうだね、私。エンヒ先輩、でももちろん楽しいことは大事だ。そうだ、手分けして行動しようか。お前エンヒすっごく楽しそうだな。エンヒは前にも料理王決定戦の審判を。最近休暇中のようだし。もうここまで来たら旅人パイモン。虫使い野郎がオジカブトムシ。そういえば確か関わったって。じゃあおでもさ、おい、おい親分。忍ぶ。聞かない。もう今回あまり。エンヒ先輩が手続きを進めてくれてはい。こいつ、ほら見ろ、演舞台まで準備できた。あんたらが虫相撲で。忍ぶ、それはもういいだろう。やはり私花角玉将、私と親分に虫を。私が勝ったらあんたらはおとなしく私と帰る。忍ぶの姉。本当にやんのか。じゃあソロをかけ。私とこれには牛使い野郎の。そうさ、ソロをかける。でもオイラ、人に迷惑ばっ。オイラたちがお前。それはだが資金が。そうだ、前にも玉将が。よく言ったお前。まったく、計画は計画でしかない。親分はパイモンを使って私の。まさか。あ、危なかった。おこれで忍ぶの姉子も。あら、しばらくやって。仕方ない。親分、自分の言ったことは。それに、ああ絶対。じゃあ私は港に。たった5回の虫相撲対決で忍ぶのやつとんでもねえ。なんだよ。でもこういう調査。安心しろキヨ、付近にリーウェに来てまだ守。キヨウの右腕殿下と空をかける白鉄チ。オイラたちは忍ぶの説得。そう、それはだな。キヨウの右腕と俺様真剣虫相撲大器。いいぜ、ボコボコにやられ。私伝承絶が新たきギラギラ虫相撲大修行のために正式な告知板を持ってきましたのでお受け取りください。うわ、いいじゃ。そしてそこの体型。それだ、
そこの大挙滅相もあり、この告知へは縁起さんのお花角玉所、私は虫相撲の専門家ではあり、もしかして虫相撲には伝承絶体型がいいこと。それじゃあ、あらたき派の特伝承絶体系片付けな。あらたき派親分様もお疲れ様です。私は大会期間本当にどうやら